大臣ですけれども、この3日間ほどですね、ほとんど宿泊先のホテルには戻らず、まあ、対策本部の中にある椅子で仮眠を取りながら対応に当たっているそうです。ただですね、まあ、日本政府、実際には交渉能力はなくてですね、イスラム国側との交渉カードも、ヨルダン政府が握っているという状況ですから、